いいね、チャンネル登録お願いします。ゼロ、私が飼っているハムスターの日常です。ハムスターは可愛いですね。毎日くっちゃね、くっちゃねだけですね。 W、 パクパクむしゃむしゃ。ハムスター特 HMSTER はキヌゲネズミアカに属する齧歯類の24種の総称。夜行性で雑食性である。肩まで広がる大きな頬袋を持つのが特徴。明治期の百科事典や博物学教本にという漢字表記が見られる。競技にはもっぱらゴールデンハムスター、別名シリアンハムスター。お、さすが、かつては黒原ハムスターを指す言葉であった。生態、妊娠期間は15-16日。1回に約15頭の幼獣を産む。生後7週間で性成熟する。寿命は2-3年と考えられている。生後2-3ヶ月で性成熟し、子供はだいたい4-17匹生まれる。ジャンバリアンハムスターより多産である。匂い腺は背中の腰付近に2体ある。性格は全体としておっとりしており、性格の個体差が大きいジャンガリアンやロボロフスキーハムスターとは違って、自分から寄ってきて人を噛むような好戦的な個体は少ない。ただしこれは飼育しやすい個体を人為淘汰によって増やした結果とも言われる。反面、同種同士の縄張り意識は強いため、複数での飼育は避けるべきである。生まれた時から同居飼育されていた姉妹などは稀に喧嘩をせずに天寿を全うすることもあるが、ほとんどの個体は成獣となると縄張り争いで喧嘩を始め、相手を殺傷捕食する。キヌゲネズミ赤の例に漏れず目が悪い。反面、鼻と耳は効くため、それらによって環境を認識する。また単独行動をする。鳴き声はドワーフハムスターのジッキッキというものとは違い、モルモットに近いビヒというものである。鳴くことは他のハムスター以上に少なく、この種が鳴くことはよっぽどのストレスを感じている時や生命の異常事態であるといえ、ただ寝言で鳴くことはある。ドワーフハムスターよりも頬袋を使う個体が多く、一度食物を頬袋に詰めた後巣に持って帰って吐き出して貯蔵する。またドワーフより大型で力が強く、脳容積も広いためか記憶力集中力があり、脱走してしまった場合も大抵帰巣できる。反面、ドワーフより工夫、回し車と壁の隙間を利用して登るなど、怒らしてケージから脱走してしまうことも。ラインスタンプ、ラブリーバレンタイン、メイドエフェクト、https、line.es.stickerP配信者運営チャンネル、おすすめ、チャイハムチャンネル、ラブリーハロウィン、TRICK、TREAT、ラブリーハロウィンにある、VER に、https、www.youtube.com、shorts、xcnmt4319gc。 ぜひぜひ高評価チャンネル登録のほど何卒よろしくお願いいたします。